はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アテムです。さあ本日なんですが、皆さんストラクチャーで追加された束ねられし力というカードはご存知でしょうか。このカードアルティメットロマン砲でございまして、はっきり先に言うんですけど、あんまり強いカードじゃないんですよねUR カードなんですけども、どういう効果を持ってるかっていうと、結構ロマン系の効果してまして、自分がブルーアイズまたはブラックマジシャンを使用した儀式または融合に成功した場合、相手のフィールド墓地のカードを除外できるよという効果を持っています。だから発動しておいて、永続魔法なんですけどね、発動しておいて、儀式または融合をしないといけないという、ちょっと遅い、普通にそれ除外するんだったら先に打ってみたいなね、カードをなんかその追払いとかができないんで、若干そこがちょっと弱いところかなとは思っているんですが、このカードをね、今日は活躍させていきます。で、2番目の効果で魔法トラップゾーンの表側表示のこのカードを墓地を送ると、墓地のレベル7以上の通常モンスターを回収できるかデッキに戻すよっていうことで、ブルーアイズだったらデッキに戻したりとか、ブラックマシャンだったら、手札に回収したりとかっていうことが一応できますよということをですね。で、今日はこのカードを使って何をしていきたいかっていう、そういう話なんですよ。普通に使ってもね、もちろんあまり強くないなので、めちゃくちゃ上振れムーブをしたいんですよ。これ最強ムーブがあって、ブラックマジシャンを素材にしたマジシャンオブカオスを今日は出していくんですけど、これ出すときにですね、黒の魔導陣と束ねられし力、これを発動しておくと、これ何が起きるかっていうと、ですね、マジシャンオブカオスがそもそもブラックマジシャンとして扱うっていう効果を持っていまして、で、魔法トラップカードが、発動した、この効果が発動したとき、フィールドのカードを1枚を破壊できるよっていう効果を持ってるんですよ。で、まず、魔導陣発動しておいて、束ねられし力発動しておいて、儀式しますわな、高等儀式術で。そうすると、マジシャンオブカオスが着地するんで、まずブラックマジシャンが着地したことになりまして、魔導陣の効果で1枚除外します。相手のカードを。で、束ねられし力の効果でさらに1枚除外します。で、さらにマジシャンオブカオスの効果で1枚破壊します。なので、2枚除外と1枚破壊できるんですよ。これがしたいだけです。今日はこれがしたいだけ。めちゃくちゃ先行やることない。このデッキ。高校でもね、ある程度事故りますし、しゃあないですよね。こういうカードを使うんだったら、もう割り切って構築していくしかないので、今日はですね、あちらに魔導陣の効果でこれ、サーチできますんで、一応ね、これなくても、魔導陣でこれ持ってくればいいんで、今日はですね、この魔導陣、束ねられし力、マジシャンオブカオス着地まで、非常に美しいムーブなので、これをね、皆さんにもお見舞いしていきたいと思いますんで、やっていきましょう。アテム力必須デュエル3倍。さあ、お相手の方、サバタリ劇場、いいだろう。ハンドは、そこそこ強いなこれめちゃくちゃ強いじゃないか。ハンド魔界大砲 OK、 メイワールドホープ OK。 いや、これいけるぞ。これ相手がどういうハンドか知らんけど、これいけるぞ。これメロマドンナいいだろう。今からお前に主人公ムーブってやつを見せてやる。沢あたりとやら、誰だお前、知らねえな。俺の世界にはいなかった。誰やお前、なんかなかなかいいキャラクターしてそうだな。あ、みたいね。オッケー。で、ワイルドホープと差し入れ機、オッケー。大丈夫、あいつ破壊耐性があるけど除外耐性はない。俺のターン、ドロー、強めちゃくちゃ強い。これやばいこと起きそう。手札からマジックカード黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果により、これ何でもいいな、束ねられし力でも黒の魔導陣どっちもいいけど、とりあえず束ねられし力を手札に加えさせてもらうぜ。そして俺は手札に加えたマジックカード束ねられし力を発動。このカードはブラックマジシャンを素材とするモンスターが儀式召喚また融合召喚に成功した場合、相手フィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードをゲームから除外することができる。いけ、マジシャンオブカオス儀式召喚。マジシャンオブカオス儀式召喚に成功した場合で黒の魔導陣の効果を発動。このカードはブラックマジシャンとしても扱う。そして束ねられし力の効果も発動。このカードによってお前のモンスターをひたすらゲームから除外、さらにマジシャンオブカオスの効果も発動。魔法カードの効果が発動した場合、相手フィールド上のカードを1枚選択し、そのカードを破壊できる。うおそしてマジックカード死者蘇生を発動。死者蘇生の効果により現れろ、俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。墓地より冥界の扉を突き破り蘇る。召喚ムービーをどうぞ。
俺の名はアテム、冥界より蘇った王よ。バトルフェイス、なんだこれ。ああそういうことか、うん、いい。バトルフェイス行け、ブラックマジシャン、ブラックマジック、マジシャンオブカオスマジック。さあ渡り、お前弱いだろ。さあお相手の方はサイバー流進化、いいだろう。サイバー流デッキはなんかあんま当たんねえな、あんだけ一時期当たったんだけどな、みんな飽きたんか。なんかやっぱデュエルリンクスってなんか強いデッキ以外に価値ないみたいな感じあるじゃないですか、ランクステージがねえから。遊び場所がなんかあれだよね、なんかもうちょっとなんか遊び場を用意してくれてもいいのかなと思うんだけどさ、フリー対戦とかいうさ、あの地獄フェーズが起きるからさ、あのなんかボットとひたすらにデュエルさせられるみたいなね、あのあれあるんで、ちょっとそれがねきついですよね。あのボットと一生デュエルをし続けさせられる、あのフリー対戦っていう遊び場しかやっぱ用意できないコナミっていう会社に対して私は抗議していきたい。はい、サイバーテックオーバーフローいいだろう。ルーム戦するしかないんだよ本当に。もう最近もう僕はもうほとんどルーム戦です、ね、あの遊び場としてやるとしたら。コミュニティ持ってないやつはどうすればいいんだよみたいな話だけどね。あのうちはあのメンバーシップ、あのチャンネルのねメンバーシップがあって、まあ幹部会みたいなのがあるから、まあそこでみんなと遊んだりとかっていうことができるんで、まあいいかなと思うんですけど、そういうコミュニティがない人っていうかね、普通に一人でプレイしてる人がほとんどだと思うから、まあ、そういう方にとってこのゲームは本当に楽しいのだろうかっていうことは結構よく思いますね、はい、もしねあの遊び相手が欲しいと、あのデュエルリンクスでと思ったらぜひねメンバーシップにご加入をいただければと思います、はい、という宣伝をしていたら相手の展開が終わりました、とりあえずコズミックサイクロンであのサイバーティックオーバーフローは打ち抜きます。さあコズミックサイクロンの効果発動、お前のサイバーティックオーバーフローは打ち抜かしてもらうぜ。いやこれ全勝で多分できるんじゃない、なんか頑張れば、リチュアーチェイン召喚、リチュアーチェインの効果発動、リチュアーチェインの効果により俺はデッキから特定のカードを手札に加えさせてもらう高等儀式術。よし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 、いける。これでいやでもデッキトップに束ねられししかねえぞ。とりあえず待てよ、束ねられし力がねえ、これ束ねられし力、これお祈りでこれスキル発動した方がいいんじゃないか、これデッキシャフルした方がいいんじゃないか、これ儀式の使い手使って、これ儀式を使えて使って、いやコスミックサイクロンは強えな、コスミックサイクロン残しておきたいな。マジシャンオブカオスを戻して、ちょっとこれ意味ないように見えて実はデッキをシャッフルするっていうね、ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。これで束ねられし力をデッキトップに置けばいい、頼む来い来い、束ねられし力、うおープレイングうますぎ、束ねられし力を手札に加えさせてもらうぜ。あうますぎ、遊戯王うまね、束ねられし力を発動、束ねられし力によってこのカード発動させてもらい、さらに高等儀式術を発動、これにより俺はボチにブラックマジシャンの魂を叩き落とし現れろ、ブラックマジシャンとして扱うマジシャンオブカオス、そしてマジシャンオブカオスのが着手した場合、黒の魔導陣と束ねられし力の効果がそれぞれ発動。さあお前のモンスターをひたすらゲームから除外させてもらう。さあどうする、ブラックマジシャンとして扱うマジシャンオブカオスの効果、お前のサイバードラゴンネクステアも破壊させてもらうぜ。これが盤面3枚除去強すぎる、なんて強いんだ、うわつえつえバトル、いけリチュアチェインでダイレクトアタック、マジシャンオブカオス行け、ブラックマジック、うわプレイ最強、なお勝率は多分 10% ぐらい。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、なるほど万丈目、絶対ろくなデッキじゃない絶対にろくなデッキじゃない、コスモブレイン、なるほど、あでも普通のデッキだ、なんかなんだこれ、定眼、よし、はい、こいつだ、ビークでも自動車、あなるほど、手だから思い出のブランコ、あやばい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 、なんかやばいことしてる、やばいことしてる、これ絶対ろくなデッキじゃないよ、これなんだあれか、あいつか、やつか、やつは降臨するか、いや来たー、
やばいの来た、やばいの来た、マジでやばいの来た。やばいっすか、ブラックマジシャン2体で。あ、でもこれブラックマジシャン、これさ、死者蘇生、え、これ、これブラックマジシャン死者蘇生、これブルーアイズ出した方がいいんじゃないか。ブラックマジシャンをアドバンス召喚できるんだよな、これブラマジアドバンスできるんですよ。これあれ、これワンチャンあるんじゃないの、ブラックマジシャンアドバンス召喚して、ぶん殴ってもダメだし、でブルーアイズ出してもダメ、ブルーアイズ出してもダメか。これ、これさ、これ出し、あ、待てよ、ちょっと待って、相手のポチにさ、コスモブレインいるな、コスモブレイン、これ蘇生できるよな、コスモブレイン蘇生できるよな、これ死者蘇生でコスモブレイン蘇生すればいいんじゃないか。死者蘇生発動、死者蘇生でコスモブレインを俺はお前の墓地から蘇らせるぜ、メーカーの扉を突き破り蘇れコスモブレイン。そして俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、このトークンは有効利用させてもらうぜ、俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイ。よし、いける、いけるぞ、いけるぞ、アテム幻想の黒魔導士を特殊召喚、そして幻想の黒魔導士のモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、手札より現れろブラックマジシャン。いける、よし、よし、いける、バトル、いけ、ブラックマジシャンでアタック。ブラックマジシャンが攻撃宣言をした場合、幻想の車同士の効果発動、相手フィールド上のカードを1枚選択し、ゲームから除外させてもらう。うおー、ボケが、何がアルティミットのペシュワルキンだ、これが主人公力、これがアテム、さあ終了するぜ。残念だったな、万丈目、貴様が出したアルティミットのビシュバルキンなど俺様の前だ無力。いやー、今結構頑張ったな、これこの盤面返せるの天才か、このデッキ、やっぱ死者蘇生っていうカード最強だな、死者蘇生墓地でさあ、でもうわうわー、でもあれは死ぬ、あれはエンドフェーズに死ぬ、まあ、どっちかは処理されるし、しょうがない、これはもう、これはもうしょうがない、まあ、バトルはしょうがない、これはしょうがない、痛い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 、あった、オッケー、ちょっとリッチマジ、リッチマジ、お何してんだ、お何してんだよ、これコスミックサイクル乗っても儀式できないじゃん、これ今もうブラックマジシャンができないんで高等儀式ついてないってね、ちょっとマジで、ま、本当に勘弁してください、ちょっと勘弁してください、マジで、なんか知んないけど、なんかすごい激アツデュエルになってる、ちょ勘弁してください、お願いします、ちょもう蘇生やめよう、もう蘇生やめようぜ、もう蘇生、えっ何これ、いやーコスモブレインか、うわー嘘だろお、嘘だろおい、嘘だろおい、黒の魔導士、魔導士、いやでもワンチャンあんのか、黒の魔導士、あるな、ワンチャンあるな、黒の魔導士発動、黒の魔導士の効果、これで、あー、束ねられししか来た、束ねられししか来た、束ねられし力発動する、で、戻せばいいんだな、つまり戻せばいい、ですね、これはね、戻せばいいわ、束ねられし力発動するぜ、で、束ねられし力発動で、束ねられし力の効果でデッキに戻そう、まずデッキに戻す、で、ブラックマシャンをデッキに戻して、で、コズミックサイクル、あ、打っちゃダメだ、最後ちょっとダメだ、あ、待てよ、ここでスキルはどうか、儀式の使い手、儀式の使い手コズミックサイクル戻す、で儀式魔法を持ってくる、いけ、来た、高等儀式術発動、高等儀式術の効果により俺はブラックマジシャンをデッキから墓地に送り、現れろマジシャンオブカオス、マジシャンオブカオスが儀式召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果発動、相手フィールド上のカードを1枚選択し、ゲームから除外する、いや勝てるんかい、いや勝てるんかい、なんだこの激闘、意味不明。